Hey, how's it going, guys? Welcome to Lush Kitchen Live.今日はですね、皆さんのおかげでですね、キッチンライブで今後何が見たいかっていうコメントもたくさんたくさんいただいて、ネタ切れの僕を救ってくださっているの皆さんですということで、たくさんね、今日はそのおかげで、皆さんのおかげでライブができているということでね、今日はその中でも、たくさんコメントいただいた中でも、キッチンツアーに行きたいよっていうコメントもたくさんいただいて、いただいたんですけども、現在キッチンはですね、とても忙しい時期でして、そのっていうのはね、っていうのはクリスマスがね12月に来ますから、そうキッチンではねもう7月の半ばではありますが、今から準備、どんなアイテムが出るのかなとか、どうやって作ろうかなとか、そうやって考えながら一番忙しい時期でもあるんです。なのでまあそういった理由で直接皆さんをお呼びするのは難しいんですけど、ぜひぜひその11個のルームの中でも ある一つのルームをね、今日は紹介をして、実際に潜入をして皆さんにそのプチツアーじゃないですけど疑似体験、ラッシュキッチンツアーを疑似体験してもらえたらなと思っております。なので、直接潜入しますので、音だったり今までと違ってこう動きがねありますので、皆さんもツアーの参加者なので、ぜひコメントであっち行ってこっち行って、あれは何、あれはあれをもっと見せてくれだったり、コメントをたくさんたくさんいただけたらと思います。で、今日潜入するのはこちら、バスボムルームでございます。バスボムルーム、夏にみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、まあ夏こそぜひぜひ湯船に入んなくなる方も多くいらっしゃると思いますが、夏にこそ湯船に入ってほしい僕の願いも含めて、その魅力、バスボムの魅力もお伝えできたらなと思います。ということで早速入っていきましょうか。参ります。ボムルームに来ちゃいました。来ちゃいましたね。僕の隣でのこの素敵な女性はですね、ベテランシェフ、ボムルームシェフの山ちゃんでございます。山ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。山ちゃんって、はい、作り手名なんですか？はい。ちゃんまで。自分でちゃんつけちゃってるんですよ。あ、自分で作れる？自分で作れるんです。自分で名前を決められるんですよ。そうでしたか。オリジナル。ちゃんまで入れました。はい、ちゃんまで。今日はそんなね、はい、シェフ、ベテランシェフの山ちゃんと一緒にですね、はい、ボムルームを紹介していきたいな、その魅力に迫っていきたいなと思うんですけど、ぜひぜひボムルームです。そうなんです。ちょっと知ってほしいですね。知ってほしいですよね、はい、実際に皆さんにお見せすることって、はい、今回初めてだと思うんです。そうですよ、本当にそうです。だから皆さんもぜひぜひこんなとこだったのとか、質問とかリクエスト、あれ見たいこれ見たいなんてね、ぜひぜひ、もう今がチャンスの、はい、ツアーですので、皆さん参加者になって、ご覧いただけたらと思います、はい、皆さんコメントもありがとうございます、ガンガンリクエストくださいねということで、今すごいですね、活気が。そうですね、これ見てください、これミンス、あ、これがもう全部ゴムルーム、ボムルーム、ボムの製造ルームです。毎日これだけの人数で手作りをしております。日本全国のショップ、はい、そして私たちオンラインショップもございますが、そうですね、こちらに、はい、この部屋で、ここだけで、ここだけで皆様にお届けしていると、すごいですね。そう考えると。はい、なんか狭いような感じもちょっとしました。まあね、若干ありますよ ね。しかも日本全国のショップだけじゃないんですよね。そうなんです。実は海外にも出してるんですね。アジアですね。アジア各国に、はい、出しております。今どれぐらい出してるんでしょうか。全部で5カ国やっておりまして、シンガポール、シンガポール、タイ、タイ、香港、香港、フィリピン、はい、韓国、そうですね、その国に、はい、
提供している提供しております。この部屋、この部屋で、まさにこの部屋で日本全国の食堂オンラインショップ世界にも飛び出して皆様の日本の商品をお届けしてるんですね。すごいですね。自分でも自分で言うってすごいことですよ。しかもハンドメイドです。しかもハンドメイド、機械でバン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 って作るわけじゃないですよね。で、シェフって何名ぐらいいらっしゃるんですか。今製造ルームだけで約40名ほどいまして、ラッピングも合わせると70名ほどで、はい、あ、そうですか。フォームを作って、山ちゃんこんにちはって来ました。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。生放送でお送りしてます。今日はですね、皆さんからいただいたキッチンツアーに行きたいよってたくさんいただいていて、で直接ね呼ぶのはちょっと難しいなって、お忙しいじゃないですか今の時期は特に。来てほしいんですけど。欲しいんですけど、ね、ちょっとその僕も頑張りますが、そうですね、今日はそのツアーを疑似体験するようなね、はい、会にしたいと思いますので、はい、皆さんぜひぜひコメントついてきてください、ね、ついてきてください。ツアーに参りたいと思いま す, ます行っちゃいましょうか。はい、行きましょう。一、大体今の時期ですと、はい、1万から1万5000、忙しい時期になると2万は余裕で超えてきます。1日で。そうですか。1日1万から1万5000個のマスにも40人で手作りしていくんですね。忙しい時期というと、例えば、まあ、クリスマスだと、これから来るハロウィーンとか限定アイテムを登場しますが、プチ内緒なんですけど、まだ紹介はできないんですけど、はい、まあ、登場する予定でございますが、こちらもね、今から準備をして忙しくなると、まあ、1日2万個ものを持っていかないといけないんですね。38名、40名弱で、その実際にスキンケア名として商品に名前が載る方って何名ぐらいいらっしゃるんですか。まあ、40名中7名が。そうですか。名前が載っております、シェフとして。なるほど。何気なくキッチンライブ毎週水曜日やらせていただいてますけど、はい、何気なく呼んでるあのシェフは実は7名しかない。7名しかいなくて少ないですね。すごいですね。選ばれし者、選ばれし者、コンパウンダー、はい、コンパウンダーと呼んでいます。シェフとも呼びます。実際にね、バスボムの元を作る方が7名いらっしゃる。 そうですね。その方が、ね、名前が載って、そうです、まあ、他の、あ、40名、40名の中の7名と、そして他のシェフたちは実際に形を作る。そうですね。最高でございます。最高でございます。このようにクエン酸をこうしてサラサラな状態にして、先ほどおっしゃっていました混ぜ合わせているということなんですね。なるほど。これすごい面白い形ですか。絵的にすごいですね。こちらおっしゃってましたけども、はい、それと混ぜ合わせるために、はい、この硬いままだとね混ざらないですよね。混ざらない。こうやってこうして、はい、っていうことなんですね。そうです。コメントをたくさんいただいてます。ジェリーバスボムの元とか見てみたいです。ジェリーボムですね、はい、各国のラベルとかも見てみたいです。おいいですね。素敵なコメントありがとうございます。そんなに作ってるんですね。そうなんですよ。ありがとうございます。全てしかもハンドメイドということでね、かなり38名で1日1万個、1万5000個手作りしていますよ。やります。ツアーなかなか当たらないからこういうの見れるの嬉しいです。ありがとう。そういう言葉が嬉しい。それが欲しかった。もうそうやって思ってもらえてもう泣きそうになりました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ガンガンコメントくださいね。ではでは、まあそのラベル、各国のラベルだったり、まあね、チャンスがあればお店にしたいなと思うんですけど、ジェリーボムの元ってありますか。
そうですか。もしかしたらベースだけはあるかもしれない。本当ですか。そう、なんて言ってもできるだけ私たちラッシュはあのフレッシュにこだわりを持って、できるだけあの作りだめずに皆さんのことにフレッシュな状態で届けることをあの、ね、こだわりを持っていますので、その時にあるかないかはあの基本的にたくさん意見作らないようにはしているんですよ、フレッシュな状態をたまたま。でもたまたまありました。ココナッツの香りしますね。ジェリーブームのココナッツといえば、こちらグリーンココのメインの色となるベースです。すごい。そう、実際なんか見てみると全然何の変哲もない粉なんですが、その中に、まあ、お風呂に入れてトロトロ成分がここに入っているので。そうなんですか。かわいい。すごいココナッツの香りが。すごいですよね、香りが。もともとはバスボムの元、ジェリーボムの元はこのように、あの普通のジェリーボムじゃないバスボムの元ともあんまりね、こう見た目は大差がない。実際はそこまで大差はないんですよね。見えますね、はい、ありがとうございます。はい、今日皆さんにご紹介しているのはバスボムルームに潜入して、まあ、あのキッチンツアー、普段ね、なかなかあの実現されませんが、そのキッチンツアーを疑似体験するようなライブを行っておりますので、コメントもリクエストもじゃんじゃんください。今日はバスボムルームに潜入してシェフの山ちゃんをお招きしてですね、バスボムルームを練り歩いて、練り歩いていきましょう。しております。はい、バスボムお風呂にドボンと入れて使用していただく入浴料でございます、はい、夏になると全然入らないから。そうなんですよね。いや、もう今日これ見てもらったらもう今すぐ入りたくなります。本当ですよ。今僕入りたいです。ここで入りたいですよね。ここで入りたいぐらい。本当にそういう気持ちです。で、っていうのはね、そのただ入りたいだけじゃなくて、その夏にだからこそおすすめのバスボムがありますので、そちらもね、今日は手作りしていただいているので、そちらもご覧いただけたら。はい。先ほど、メンさん、このようにこうして、サラサラの状態にして、皆さん見てください。こちらに皆さん手作りしておりますが、インターギャラクティックを作っております。実はインターギャラクティックを手作りしていて、はい、インターギャラクティックは全部で4色あるので、これだけテーブルで5人体制でいつも作っているんですね。でそれぞれ役割があって、プレスする人、まあ、この上下を作る人っていう形でそれぞれ役割をして、チームプレー、インター商品によって。そうなんです。チームプレーなのか個人プレーなのかっていうのが違いがある。なるほど。今混ぜてますね。あと、ちょっと見ました。今これ混ぜてるところですね。はい、これが今あのインターギャラクティックのバスボムの元とフレンスタンを混ぜ合わせるところでございます。すごいパワフル、すごい手さばき。ありがとうございます。これっていうのは、はい、先ほどもね説明させていただきましたが、1日1万個から1万5000個、はい、シェフ約40名で手作りしていて、はい、忙しい時は2万個も作ると。1日、はい、1日でシェフ1人だったらそれどれぐらい作ってることになるんですか。だいたい300から400、1人で300から400ぐらい、1人で1日300から400。実際そうやってなんかすごい少なく私は感じちゃうんですよ。300プレスしたら終わりなのと思うんですけど、これだけ工程が多いものとかを全員で作るってなるとこれですね。すごい。全て皆さんが持っているあのバスボムも実はここのルームで手作りして、ここだけで作ってるんですね。ここの部屋で、一つ一つで、なんでこの人数でこれだけハンドメイドしてるかっていうと、まあ私たちのね信念でもございますが、心地よい香りでね、あの世界をいっぱいにしたいなという思いが、いっぱいにしたいんですよ。ここの香りをね、この香りをそのまま凝縮して皆さんのお風呂でバスボムの世界が
体験してもらうために、もうちょい香りを届けるためにここで手作りしているわけですが、桜日記と呼ばれる、これも塩が入ってる商品ですね。たまにラッキーアイテムでこうやってハート型になる時も出てくるんで、これたまたまなんですか？たまたまです、たまにできちゃうんです。これミラクル、ハンドメイドならでは。かわいいアイテムを見つけちゃったんですけど、やってますね、かわいいのやってますね。そんな忙しい中でもハッピーピーポーメイキングハッピーソングというだけあって、アイテムをハッピーな人が作って、今年は香りの世界をいっぱいにしてなんて信念がまさにこのルームを訪れるとね、感じられますが、あすごい、考え深いというか、そうですね、嬉しくなりますよね。嬉しいですよね。ありがとうございます。そして手作りしたバスボム、完成したバスボム、形が整ったバスボムはある部屋に行くんですよね。そうなんです。そのままだとね、どうしてもどうしても変わらない、まだ未完成なんですね。ここに入ってやっと完成されます。行ってみましょうか。はい、なんかあったかい、あったかいんです。ここ南国なんです。南国の部屋ですね、はい、これなんかすごい湿度がないような。そうですね、結構カラカラしてる、カラカラしてる部屋なんですけども、こちらがプレスしたものってどうしてもやっぱ水分が入ってすぐ固まらないので、はい、この温かい部屋に置いてですね、水分を飛ばして乾かしてやっと完成になります、バスボムが。なので作ってすぐそれが出来上がらないので、うん、他の商品に比べたら結構時間がかかる商品ですね、バスボムは。これ全部バスボムってことですか？そうです。こちらにある。昨日今日作ったものがずらっとここに。昨日今日1週間とかじゃなくてですか？全然そんな置いておきません。すぐに出せるように、皆様にはフレッシュな状態でお渡しできるようにすぐに。すごい。昨日今日手作りしたバスボムがここに集められて、そうなんです、水分を飛ばして。そう、こちらはシンクピンクは、ね、この後乾いた後にラメ付けをするんですけど、なので皆さんがラメ付く前の状態は見るのはないですよね。レアです。キッチンツアーならではです。すげえ、キッチンツアーならではのことがならではです。味わえた、嬉しい。ラッシュで働きたくなります。ありがとうございます。待ってます。いただけるとずっと待ってます。ずっと待ってます。ぜひぜひラッシュのウェブサイトをチェックしていただいてですね、はい、下の方にございます。今こっちをして、あんまり言えないですけど、強制はできないですけど、強制はできないです。ぜひぜひ来ていただいて、はい、ありがとうございます。こんにちは、工場見学したいです。いや、まさにコメントをいただいた通り、はい、工場見学、今はですね、ちょうどね、これからキッチンはですね、クリスマスに向けて、そうです、ハロウィンに向けて、これからまさにお忙しくなる時期で、皆さんに届けるために日々シェフがね、手作りをしておりますが、まあ、いつの日か、実際皆さんをお招きしてお見せできる日が来るのを願って、今日はですね、そのキッチンツアーを疑似体験できるような、そうですね、会にね、したいなと思って今日はライブを行いました。シェフ山ちゃんをお招きしてボムルームに今日はね、潜入しておりますので、ぜひライブを見た後にでもこう24時間見れますので、はい、ぜひご覧くださいね。ありがとうございます。乾くのにどれくらい時間かかりますか？質問ありがとうございます。いい質問、はい、どれくらいかかるんですか？ものによっては1日で乾くものもあれば、本当に丸2日間ここのドライルームって呼ばれるんですけど、はい、こちらのドライルームで乾かす必要がある商品もあるんですよ。そうなんですか。で、商品によって全ての商品がこのドライに入るわけではなくて、例えばバターが入ってる商品、バターボールであったり、はい、バターカップは、はい、こっちの部屋に入れちゃうとバターが溶けてしまうので、そういうものは、まあ、常温で乾かすんですけど、その分乾くのに時間がかかっちゃうんですよ。すごい、原材料にこだわってる。だからそうです、からこそからこそ、それも調整して、バターが入ってる入浴剤なんてめったにないですもんね。ないですよね。面白い、面白い、ありがとうございます。そういうことなんですね、はい、いや素晴らしい質問、ありがとうございます。キッチンで働きたい、いやありがとうございます。そう言ってもらえると
すごい光栄です。今日はね、ボムルームに潜入して、夏だからね、こう湯船に入ることが少なくなっちゃうと思うんですけど、夏だからこそ ね、バスボムを使ってもらいたいなという思いで、今日はキッチンツアー疑似体験、させて皆さんにね、ご覧いただきたいなと思って、はい、お見せしております。で、今日はボムルーム来ているんですけど、こちらがドライルームで、昨日、今日作ったアイテムがこうやってずらっと並べられていて、昨日、今日だけでこれだけ作ってるんですね。そういうことになりますよね、はい、できるだけフレッシュな状態で届けたい、その気持ちで、できるだけフレッシュな状態ですぐ、うん、もう明日にはつまりあちらの部屋で、そうです、あちらがこちらがボムのラッピング、ラッピングルームになっておりますが、こっちで型から取り出され、はい、箱に梱包され、箱に梱包され届けられているというわけなんですね。です、今ちょっと僕すごい可愛いの見ちゃったんですけど、ちょっと戻っていいですか？これ何ですか？可愛い、見つかっちゃいましたね。見つかった、こちら可愛い、ちっちゃいインターギャラクティックちっちゃいインターギャラクティック、欲しい、可愛いですよね。こちらは手のひらサイズです。手のひらサイズのインターギャラクティックが、こちらはですね、はい、スパショップで限定で使ってるものなので、お店には置いてない、本当にスパでしか使ってないリトルインターギャラクティックです。リトルインターギャラクティック、かわいい、ちっちゃい、かわいい、小さな銀河小さな銀河小さな銀河が手にありますよと、ありますよ、かわいい、素敵、キッチンツアーならではですね、そういったものが見れるのはね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はシェフ山ちゃんをお招きして、皆さんからたくさんいただいたコメントの中にキッチンツアー行きたいよというコメントがあったので、実現は難しいんですけど、できるだけその、11個のルームのうち、今日はその中の一つ、ドボンとお風呂に、ね、はい、丸ごと入れてご使用いただく入浴料、バスボムを手作りしているお部屋、バスボムルームに潜入して、まあ、キッチンツアーを疑似体験するような、会にしました、はい。シェフ山ちゃんをお招きして紹介いただきました。改めて、はい、シェフ山ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。コメントもありがとうございます。ぜひ、ありがとうございます。コメントまだまだ受け付けておりますので、コメントください。使い勝手良さそう、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうか。今日は皆さんのコメントをできるだけ実現したいなという気持ちでですね、キッチンツアーを実体験するようなライブ、プチキッチンライブツアーを行いました。これでなんかバスボムの、ね、魅力も、ね、はい、伝えられたらなと思ったんですけど、はい、夏になると、ね、湯船に入んないのです、そんなことないよ、インターギャラクティックや桜人気、ラッシュラッシュといった夏にぴったりなアイテム、はい、ございますので、ぜひぜひショップに立ち寄った際はそちらもご覧ください。皆さんが手に持っていく、ショップに並んでいるあのバスボムは全てこの部屋 で、シェフ一人一人一つ一つ手作りしたもの、なので、はい、私たちもね、手に取っていただけるととても嬉しいですよ、です、ね、ということで、今後も、はい、こういったプチライブツアーを、皆さんの意見を反映して、今後も11個ルームがあるので、ぜひお見せしたいなと思うんですけども、いや最高だったぜ、次のルームを見せてくれとか、いやつまんないから二度とやらないでくれ、でも何でも OK ですしどんなコメントでもいいのでコメントいただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひコメントお待ちしております。そして来週の予告は、来週水曜日7月25日ももちろんライブは行いますが、しかし実はですね、はい、7月21日今週の土曜日、はい、ライブやるんですよっていうのは特別編ということで、我々ソーストゥースキンと呼んでいますが、まあ何のこっちゃと思うと思うんですけども、はい、まあ、私たちラッシュはフレッシュな原材料、うん、お野菜やフルーツを使って商品を手作りしておりますが、うん、その本当にフレッシュなんだよっていうところ、本当にね、本当にフレッシュなんですよね、疑う人いるんですよね、疑う人いると思いますが、本当にフレッシュなんですよ、本当にフレッシュなんです。それを五感で体感していただくような、うん、イベントがございまして、今週の7月21日土曜日に12時からライブを行うんですが、どういったライブかっていうと、本当にフレッシュな原材料を使っています。それを野菜やフルーツを実際に収穫して、サプライヤーさんを訪れて、すごい楽しそうじゃないですか。楽しいですよね、最
高じゃないですか。収穫して、はい、その収穫したてのアイテムを使って手作りして、はい、実際に試食もして、お、手作りしたてのアイテムを肌にのせるまで、最高じゃないですか。紹介する、そんなことあります？ない、まずないっす、ないっすよね、まずないっす。そういったことを紹介するイベントを今週の土曜日に行って、皆さんご存知の方もいると思うんです。実は応募して、たくさんご応募ありがとうございます。その中からお客様をお招きしてイベントを行いますので、12時からはその商品手作りするイベントもライブ行いますので、まあ、週末なんですけど、お出かけしてたりすると思いますが、お時間がある方は12時からキッチンライブインスタグラムでチェックしてもらえたらなと思います。ハッシュタグラッシュフレッシュライブでもイベントの様子、その日にじゃんじゃんアップしますので、どんなイベントなのかなっていう様子も、そちらでハッシュタグラッシュフレッシュライブでチェックしてもらえたらなと。ハッシュタグ使ってください、これご覧いただけたらなと思います。で、次回のライブ、まあ、今後も定期的にやっていきたいなと思っていて、そちらのイベントも参加したいぜっていうコメントたくさんいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。バブルパールームも見たいです。いや、早速ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しい。ありがとうございます。ぜひバブルパールームを紹介できたらなと思います。ということで、今日はそんなわけでキッチンライブプチツアーをさせていただきました、はい。まあ、次リクエストもバンバンいただいて、この後ね、アンケートもぜひやりたいなと思ってるので、キッチンチャンネルをちょっと見逃さずにチェックしてもらえたらなと思います。改めてシェフ山ちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、またお会いしましょう。 See you guys later。 また今日はこれでお別れをしましょう。